皆さんこんにちは、こんばんは、爽快キックです。今回もね、ウィニーポスト9実況を始めていきたいと思います。現在2003年10月4週ですね、231億円所有しております。興味くまったりと始めていきましょう。本日はね、コーヒーがねちょろっと残ってるのをいただきます。さて、あとね、海外G1 ね、4勝で100勝に達することができるので、おそらくね、エンディングムービーを見れることになるかと思います。今週中にね、達成したいなっていうね、はい。ブリーダーズカップウィークがありますからね、はい。行きましょう。終盤の紹介から行きましょうね。銀ギラ銀が BC マイルです。サウスビグラス BC スプリント、ファイモーション BC フィリー&メアターフですね。ゼンドロブロイも BC ターフ、スーツ付き初関ね、BC ディスタフ行かせます。 BC ディスタフってね、そんな有名なレースじゃないと思うんですけどね、ダート 1800m の頻繁のレースがね存在するんですね。僕は知りませんでした。なんじゃもんじゃね、欧州遠征でカンタラステークスからダーレクラシック連投で行かせますね。オーストラリアの G1 って結構連投させるっていう話を言ってましたよね。矢作調教師がね、あの去年じゃねえか、一昨年か、安田記念勝ったね、先日あのダートでね、強い復活勝利遂げましたけど、名前が出てこねえや。ごめんなさいね。ね、連投させましたよね、安田記念。それで勝ってましたよね、確かね。その時にオーストラリアはよく連投させるっていう話が出てたと思うんですけど、はい。なんじゃもんじゃも連投です。それでアベンジャーね、あの、現在、G1 勝ってなくてね、G1 2着5回、3着2回と、もうステイゴールド状態ですね、これもね。なんとかして G1 勝たせたいですね。ロイヤルオークションからメルボルンカップですね。はい。まあ、それでジャック・ザ・リッパーもね、BC 前で勝ちます。ゴールデン・フリーザーちょっと能力が衰えてきたって言われてしまってね。うん、能力ある馬なんですけどね、スピード B プラス、昔で言うスピード A ですからね、もうちょっと G1 勝ったなと思うんですけど、まあ、僕のミスですね。チャンピオンステークス行かせます。まあ、それでカルソン・ライトをね、前走スプリンターズステークスね、あの、ちぎって勝ってくれて、BC ターフスプリントだよね。これターフじゃないよね。まさかね。ターフスプリントね。はい。で、豆だらけのエースね。あの、前走、あの、南部杯で、ドンにね、完敗だったんでね。逃げます。はい。ドンから逃げて、JBC スプリントに行かせます。距離適正ちょっと微妙ですけどね。加減が1500メートルなんで、スプリント合うかなと思いますけどね。はい。まあ、それでエプソムカードね、前走、ね、決勝はオータムハンデで惨敗だったんで、ちょっと理由わからないんですけど、富士ステークスですね。まあ、ジョッキーね、あの、竹豊ジョッキーとかね、海外行かせてるんで、柴田大地ジョッキー、頑張ってほしいなと。まあ、それでワンピースもね、海外遠征ですね。エンドブハートはちょっと厳しいかなと。メルコンドパスはね、これ最近連勝してるんですよね。ね、4連勝してるんで、次走ね、スワンステークスで重賞、初挑戦になりますかね。そんなことないか。青いステークス走ってますね。はい。久々の重賞挑戦と。抜き足がね、今週ですね、カナディアン国際 G1 に挑戦します。この馬も G1 ではまだ成績残してませんよね。はい。3着1回と。まあ、それで永遠の翼ね、菊花賞チャンスあると思ってたんでね、期待してたんですけど、竹豊ジョッキー海外にね、行かせてしまったので、乗ってくれないんだよな。もう僕のミスですね。はい。枝ジョッキーね。カルソン・ライトも枝ジョッキーがね、見事な騎乗で G1 勝利したんで、まあ、もう、ね、期待ですね。はい。さて、ギブイッターウェイね、この馬がまだスピード判明してなくてね、どこまで走るのか一番今楽しみな馬ですね。コックスプレートに行かせます。レパードステークスからコックスプレートっていう、なんちゅうローズだって言われそうですけど、まあ挑戦します。はい。あとそんなところですかね。はい。2歳馬もね、ガリオ転生、ね、帰ってきてもらいますね。はい。ちょっと海外では通用しませんでしたね。はい。この馬、まあ、賢さ S なんでね、まあ、影遠征、どうなんですかね。精神力がまだ分かってないので、まあ、ただ、まあ、スピード E プラスでは厳しいですかね。はい。わらな男がデイリハイと、アルテミスフラワーがね、スピード判明して、まあ、D プラスなんでね、はい。昔で言う C ですからね。うん、アルテミスステークス行かせます。バンドリちゃんもね、前走勝ってくれたんで。あと、カーチ温度、夜空の向こう。夜空の向こうがスピード判明してね、C プラスなんでね、過去で言う B ですよね。このままもう、G1 でやれるんじゃないかなと。さて、行きましょうか。ちょっと一旦切りますね。はい。はい、始めていきましょう。先ほどね、名前出てこなかったんですけど、モズ・アスコットですね。モズ・アスコット、見事な復活勝利でしたよね。ね、コパのキッキングをかわし去った。出遅れてのものですからね。あれはだから、フェブラリーステークスも出てくるんでしょうけど、十分ね、あの、県内じゃないですかね。楽しみですよね。はい。
で、フランケル3区はダートに向かないっていう戦前の声があったんでしょう。ところがやっぱり品系がね、あのアメリカのダート血統なんでね、見事にこなしましたよね。僕もね、あのお客さんかなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと、まあ、僕は馬券買ってませんけど、ね、今休養中なんで買ってませんけど、まあ、ちょっとね、あの録画でねレースを見てるんですけどね、最近はね、まあ、ちょっとやっぱりその録画で見る前に予想するじゃないですか。その時に、まあ、モザースコットお客さんかなと思ってたでもね、 AJ 支配でしたっけ、あれ僕はだから1点で当たってたんだよねやらない時ってやっぱり当たるんだよね。うん、そのあたりが、まあ、競馬ってね、 あるあるですよね。はい、ネクスト、サクッとサクッとサクッとタララ。昨日ね、あのペイペイを使ってね、牛丼屋行ってきました最近でもね、食べ物屋とかよく行くんでね、思うんですけど、さっきバイト、まあ、パートさんだと思うんですけど、昔だったらね、あの牛丼屋とか行ったら、まあ若い子がねアルバイトしてたんですけど、最近もうおばちゃんがやってるよね、パートかなんかしませんけど。でおばちゃんってね、やっぱり優秀なんですよあのひろゆきさんもね、なんか言ってたような記憶があるんだけど、おばちゃん優秀なんですよね。やっぱり若い子とかだったらね、やっぱりガが入るじゃないですかね。ところがおばちゃんだとね、やっぱりみんなのため、みんなのためにやってるっていうのが、やっぱり姿勢から分かりますよね。うん、若い子だったらやっぱりね、なんか自分のためにやってるっていうか、我が入るんでね、そういうの分かるんですよねでも昔はね、僕も若い頃はバイトの方とね、なんか衝突するときありましたね。なんかね、生意気やなと思って、まあ、僕も生意気だったんでしょうけどね。そういうのが今みんなおばちゃんがやってるからね、さっき食べ物屋とかにね、すごい感じいいですよねうん、まあそれでね、ブックオフもね、ちょっと寄ってきてファミコン買ってきたんですけど、まあこれ後でなんか紹介しますけどね、あの高橋明治の冒険島やるとき紹介しますけど、ブックオフにもね、すごい若い女の子なんですけどね、すごい元気のいい子がいてね、あの子すごいなと思うんですよね、いつもいつ行ってもね僕が社長とかだったらね、あの秘書に引っ張りたいなと思うぐらい、なんか挨拶とかすごいしっかりしてるしね。まあそんな失礼な話なんだけどねちょっとごめんなさいね。はい、行きましょう。ミラクルの抜き足3番人気ですね。はい、1番人気カフェストーム、2番人気クラフトネイティブ。はい、まあ、この辺りはちょっと知らないですね。チャンスあるんですかね。はい、うん、追い込みですね。行きましょう。抜き足で追い込みっていうのはもうちょっとね、あの踏み込んで走ってほしいところですけどね行け行け、させさせ、抜き足してる場合じゃねえよお前、抜き足じゃねえよお前もっとさ、踏み込んで踏み込んで最後上、上、坂があればグイッと伸びる、坂があれば坂ないよな、多分。うん、まあ、じりじりと伸びてますけど、3着ですね。はい、仕方ありません。抜き足してる場合じゃねえよっていうね。抜き足差し出し、忍び足なんかしてる場合じゃねえよっていう。うん、まあ、オーストラリアなら強そうな感じしますけどね、今のレース見たらね。うん、さて、フリーザーもね、ちょっと能力を衰えてきてしまったって言われたんでね。まあ、ここ、アラムシャーとかね、やっぱ強い、まあ、いますよね。アイアンラントだって知りませんね。2番人気が、ゴールデンフリーザーなんですね。3番人気はロンロード。ちょっと厳しいかな。行きましょう。ダイジェスト。前走アメリカのね、レース行かせたんですけど、まあ、アメリカの芝向いてないんでね。はい。ちょっと苦しいですよね。来てる来てる、いけいけ、フリーザ最後の力を振り絞って、最後の力を振り絞って、最後まで追うんだ追うんだ、頑張れ。うん、頑張ってますけどね。まあ4着5着かね、この辺りはやっぱり一流の欧州の馬たちですから、まあそう簡単には勝てませんよね。うん、4着頑張ってるんですけどね。うん、さて、ロイヤルオークションですね。アベンジャーとワンピースと、ワンピース最近人気になりませんよね。去年の覇者なんですけどね、このレース勝ったんですけど、まあ、アベンジャーもね期待ですよね。はい、まあ、62キロ59キロ、まあこれは別邸なの、ハンデ戦かな、どうですかね、ちょっとわからないんですけど、1番人気アベンジャー、2番人気が
ブライアン・ブルー。ブライアン・ブルーね、ずっとちょっと対戦してきた馬ですよね。ね、3歳馬でしたっけ？ね。ロブロイがね、一緒にやってきてたと思うんですけど、まあ、行きましょうか。誰でしょう。ブライアン・ブルー強そうやな。最終コーナーをカーブして、ちょっと苦しい。2頭とも苦しい。2頭とも苦しい。先行が残りそう。ドワイエンあたりもなんか聞いたことあるね。いけいけ。刺してきた、刺してきた。頭高いフォームでいけ。さて、内からイン教習、イン教習、イン教習、いけ、最後まで、おい、おい、おい、いけいけ、いけるいける、させさせ、頭高いから最後まで、頭高い分最後伸びないんですよ、この馬、また2着ですよ、ステイゴールド状態、これね、実はね、あの、ベルボルンカップ、ベルボルンカップはハンデ戦なんでね、はい、どういうハンデがつけられるか、2頭ともメルボルンカップに行かせます、ね、はい。うん、2着ですね。まあ、菊花賞ね、永遠の翼期待してるんですけど、あ、その前にエプソムカードね、エプソムカード復活してほしいよね。これまあ、晩成か覚醒だったんでね、遅めか、成長型。これからだと思うんですけど、なんでこんな人気出ないのかな、ジョッキーは。ね、柴田大地って言ったらね、まあ、どうなんですかね。ちょっと先行にしてみましょうか。逃げとかあんまり良くないような感じするんで。うん、まあ、1番人気ダンチジャッジ、2番人気、ね、ミレニアムバイド、3番人気イーグルカフェ。ね、このあたり、まあ、そこそこ走る馬ですよね。大地そう。第4コーナーをカーブして、お、来たよ、来たよ、来たよ。さあ、先頭に立ったのは、日本プロスタート、日本プロスタートダート馬だよ。ちょっと苦しい。ダンチジャッジがすごいのいい。あと200、頑張れ頑張れ。最後差し返せ。ミレニアムバイもね、そこそこ走る馬ですから、ちょっと苦しいね。まあ2頭ともね頑張れましたけど、まあ、抜けた強さではないんだなと、ね、NHK マルカップのレベルが低かったのかね。ね、まあとはいえ自分の馬との対戦だったからね、 NHK マルカップはジャック・ザ・リッパーあたりに勝ってるんですけど、はい、うん、まあ、3歳牝馬で55キロで3着ならまあ十分なんですかね。インパクターゲームね、あの頑張ってますよ、はい。さて菊花賞ですね。あ、ごめんなさい、煽り運転だ、煽り運転ネクストできます。煽り運転もね、スピード G とかそこらなんでねよく頑張ってますよね。ね。さて、永遠の翼ですね、5番人気と人気はありませんが、人気はあちら、お金はこちら、井上氏の回答、ランマンマンマン。1番人気ネオユニバース、まあ、2番人気ね、ザ・ザ・プレンティでしょう、ね、3番人気がエイシンチャンプ、エイシンチャンプさすがにね距離持たないと思うんでね、まあ、チャクラー、まあ、ビータローザも3000というね、イメージはありませんし、ランツザフリーズ、どうですかね。まあ、ザッツザプレンティだと思いますけどね。ザッツザプレンティ、ネオユニバースですよね、ライバルは。まあ、エダジョッキーがどう乗りこなすかね。来てる、来てる、来てる。チャンスある、チャンスある。ザッツザプレンティか、あれ。ね、すごい。ネオユニバースも、あ、やっぱり、ちょっと伸びないね。伸びないわ。スピードがやっぱり2頭のが上かなっていうね。最後させ、ネオニーバスを刺して2着に上がってこい。ダメか、4着ですね、うん、ちょっとスピードが足りないのかなっていうね。ザッツプレンティね、アンカスさんですかね。ね、シーツではザッツプレンティが3コーナーの下りから仕掛けたんですかね、ロングスパートでね、うん、粘り切りましたけど、マリンピクシーにも負けてしまったっていうね、うん。まあ、代打でね、菊花賞というのは難しいかもしれませんね。うん、僕のミスですね。はい、仕方ありません。うん、最近全然海外 G1 勝ってないんでね。前回もね、海外 G1 0勝でしたよね。ま、ここでどこだけ、ね、どれだけ勝ち星重ねていけるかね。うん、まあ、全部は好調ですね。はい。ロブロイがちょっと疲労溜まって、まあ、いけますね。はい。うん、行きましょう。うん。抜き足は登録してたかな？ねえ。
なんでしょう、的場さんが来たよ。おお、エリザベスマッチ02の噂を聞きつけてましてね。なんかおかしかったね今。あ、グラスワンダーの子ですからね。それはもう的場ジョッキーのところに行かせたいなっていうね。お願いしますよ、的場さん。ね、顔そっくりですね。ハロウィンパーティーね。僕らの頃ハロウィンパーティーってなかったからね。恵方巻きでしたよね、昨日はね。恵方巻きも僕らの若い頃なかったんで。なんでこんなね、みんなやるようになったのかなって。不思議ですけどね。うん。恵方巻きに関してはいろいろ言われてますよね。なんか、コンビニとかね、まあスーパーもそうでしょうけど、めちゃくちゃ廃棄してるんでしょう。ね。そういうのをね、やっぱり恵まれない人たちにね、援助する形がね、システムができたら一番いいなと思うんですけどね、うん、エプソムカードあたりもちょっと、まあ、マイちゃん行かせたいですよね。マイちゃんやれないことはないと思うんでね。まあでもどうですかね。まあ思い切ってマイルチャンピオンシップ行かせましょうね。はい、 G1 挑戦させるだけの馬だと思いますしね。よくでもリアルでもね、NHK マイルカップ勝った馬が結構強いね、馬が集まるレースに近ざるを得なくて、まあ NHK マイルカップのレースのレベルが低かったせいかね、結果が出ないっていうことが往々にしてありますよね。よくありますよね。ね、最近。うん。抜き足登録してるね、エミレーツステークス。うん、チャンスあるでしょう。行きましょうか。はい。うん。この週でひょっとしたらエンディング達成する可能性もあるのかなね。まあ、ブリザーズカップ G1、4週は無理か、さすがに。ね。さて、フィリー&メアターフで、これ勝てるでしょね。2番人気、リスクアバース。3番人気がダッシュベリー。まあ、勝てるんじゃないかなっていう。満場ね、福永くんに戻したんでしたっけね。はい。大事そう。ため殺しはしないようにね。直線短いですからね。最終コーナーをさあ、こうなったらもう安心でしょう。ね、させるさせるさせる。ちょっと前が粘って苦しい苦しい苦しい。勝てないわこれ。ファイブモーション、まさかの完敗ですね。ねえ、いや、リスクアバース、負けてしまいましたね。ここ負けるとは思ってなかったな。ちょっと凱旋門賞がね、完敗でしたからね。勝つ自信あったんですけど、僕も勝てると思ってただけに悔しいですね。さて、鈴木初月ですね。これどうなんですかね、ちょっと全くわからないね。ダート初めてだからね。昔ね、大気ブリザードをね、藤沢調教師がアメリカのブリザーズカップに連れて行ってね、ね、芝のレース使うと思いきやダート使って、なんか惨敗してましたけど、そのあたりどうですかね。2番人気アゼリ。アゼリって聞いたことあるようなね。うん。3番人気マリンスター。うん。これがどういう結果が出るか分かりません。差しですね。行きましょう。まあ、無敗ですからね、鈴木初月ね。ちょっと苦しいか、やっぱり。さすがに苦しい。いけいけ、させさせ、頑張れ頑張れ、いけいけ。ちょっと前で狙ってる。やめだ、これ2着だ。うわ、2着だ。初めて負けたな。やっぱりダーッと厳しいか。ねえ、アゼリ、やっぱりアゼリって有名な馬ですよね。やっぱり初めて負けた。ちょっと甘かったなっていう。まあ頑張りましたけどね、2着なら。ねえ、前哨が途絶えてしまいました。まあ次は、まあジャパンカップ行かせても面白いと思うけどね。まあ、香港かな。タフスプリント。ここ勝ってほしいんですけどね。まあ、2番人気、オープニングコンフィデンス。3番人気、オアシスドリームと。まあ、前走強かったですからね、ダイジェスト。さて、ダートをまたいで、持ったままですよ。これ、勝ったでしょ、さすがに。この手応えだったらね。粘ってくれ、まだ持ったままだよ。粘ってくれ、粘ってくれ。粘って、これは楽勝ですね。気持ちいい勝ち方。完勝です。カルストンライト、これ香港スプリント行かせましょうね。まあ、これであと、ね、100勝まであと3勝ですね。はい、よし。お見事ですね。はい。
さて、ジャックザリッパー、これ2頭出しですかね。ギンギラギンとジャックザリッパー、ジャックザリッパーは1番人気で、2番人気はギンギラギンと、まあ、3番人気がピースルールズ、ミレナリーがいますね。5番人気、まあ、バオーリミックスとかね、欧州の馬もいるんですかね。レディーズジーンも有名ですかね、はい、スタークラフトもね、まあ、大事してきます。二頭ともね、欧州向きだからね、これね、どうですかね。ちょっと前が粘っている、前が粘っている、させない、させない、させない、させ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 、届かない、届かない、ピースルールズ、粘り込み、届かないよ。ブリターズカップ甘くないな、2着3着ですね。ピースルールズか、あまり知らない馬ですけどね。甘くないな、っていう。エビナさん。まあ、ギンギラギンもね、まあ、スピードそこまでにちょっともある馬じゃありませんからね。まあ、BC はね、やっぱり芝が軽いんでね、スピードを置かないと通用しないのかもしれませんね。はい。ビグラス。さて、ビグラスもね、勝ってほしいんですけど、まあ、ちょっと厳しいかなっていう感じがするんですよね。1番人気ですね。2番人気が、スパイツタウン。スパイツタウンに勝てる気しないんだけどな、俺な。投資上げとけばよかったなっていう、3番人気、トールランね。はい。大事してきます。最終コーナーをカーブして、うん、ちょっと苦しいですよね。スパイツさんから前にいるのね、え日本と世界、ねえ日本と世界意地のぶつかり合い、ちょっと勝てねえなこれやっぱり。ねえやっぱ強いですよね。圧倒的な強さを見せました、うん、スパイツさん2着多いな。夫の2着やん。2着と1着は競馬の場合全然違いますからね。まあスポーツ大体そうですけどね。オリンピックとかだったらね、銀メダルでもすごい印象あるけど、競馬の場合2着じゃ仕方ないんですよね。まあ賞金はもらえますけどね。賞金はもらえますけど。さて、ゼネラルブレイ、これは勝てるんじゃないかなと思うんですけどね。投手も5だし、ね。2番人気がホワイトハート、3番人気ラインキャッチ。ここはいけるんじゃないかなっていう、さすがに。ね。先行で行かせます。福永君ね。はい。大丈夫そう。まあ、疲労が溜まってるんでね。あ、これ勝ったんじゃないですか。これは。さすがに。力が違うでしょう。ね。うん。これは違います。力が違います。うん。まあ、ゼンノロブロイね。クリスエス VS バーサス、ね。ゼンノロブロイ見たいですよね。有馬でぶつけますか。ちょっと休養出して。有馬行かせましょうかね。はい。ジャパンカップは、鈴木初月ジャパンカップでぶつけようか、クリスエスに。ね。これであと2勝ですね。はい。OK、OK。うん。なんとかね、今回中に達成したいね。あと2勝ですから、なんとかなるし、オーストラリアで達成できるかなっていう。どうですかね。うん、3勝はしたかったなっていう。最低でヒロインネクスやね。はい。4着。さて、アルテミスフラワーね。ここ結構強い当てがいるんじゃないですかね。1番人気ですね。2番人気が山西シュクル。ね。東海帝王産駒ですよね。3番人気、ダイワエルシエロ。強い相手が出てきましたよ。ダイワエルシエロはね、オークスバーですけど、怖いなってそんな活躍してないよね。粘ってくれ、粘ってくれ。山西シュクルあたりもね、ズブイマだからね、これ勝ったね。ね。ダイワエルシエロもそんな強くないんだ。ね。うん、これは完勝ですね。ということは、春のクラシックは十分通用しますね、これはね。はい。期待できるなっていう。この年の牝馬選手はそんなレベル高くないんだよね。だからダイワエルシエロぐらいだったらね。桜花賞は何買ったのかな、全然覚えてませんね。うん、うん、強いね、強いね。ね、柴田義富ジョッキーに乗っけたんですよ。まあ主戦ね、あ、やっぱり福永君か武豊ジョッキー乗ってほしいんですけどね。え、
さてメリコンドルもね4番人気ですね。ここもねウィンラディウス1番人気、2番人気ハッピーパス、まあそこまで強くないんでね、まあ、チャンスあるんじゃないかなっていう。まあ、C ジョッキーがねどういう競馬見せるか、小回りが苦手らしいね。このまま小回りで苦手だったかな、確かそうだったと思うんですけど。あ、来た来た来た、いけいけ、させさせさせ、ウィンラディウス内から来てるよ、白い帽子、頑張れ頑張れ、粘ってくれ、ウィンラディウスが来てるよ、勝負根性で差し返せ差し返せ差し返せ、 C ジョッキーおいでおいおいおい、まあ、でも2着ならね頑張りました、うん、久々の重賞挑戦で G2 でね2着ならこれ、まあ、マルチチャンピオンシップも期待できるなっていうね、はい、チャンスあるんじゃないかなっていう、うん、いや、いい競馬でしたね。うん、マイルチャンピオンシップは、まあ、デュランダルが強いんでしょうね、おそらくね。シンクリが空き店勝ってますね。まあ、U あたりもね、これ頑張ってほしいんだけど、ネクストでいきます。いつもなんか負けるね。あ、デッドエンドあたりもね、名前かっこいいままですから走ってほしいんだけどね。まあ、早めでこのデビューっていうのはどうなんですかね。ね。さて、まあ、メルボルンカップ、エミレーツステークス、カンタラステークス、コックスプレート。まあ、今週でね、ひょっとしたらエンディングの可能性も、前週も言ってたんだね。可能性あるんでね。はい。状態いいね、全部ね。はい。行きましょう。まあ、永遠の翼あたりか、和田ジョッキーか。まあいいでしょうね。はい。うん。行きましょう。まあ、カルソンライトももちろんね、香港スプリントですよね。うん。ちょっとローテ、やっときます。一旦切りますね。はい。一旦切ってローテ、ね、組んどきます。はい。うん。一旦切ります。はい、行きましょう。オーストラリアのね、G1 が続きますけど、この11月1週と11月2週でね、G1 取れなかったら、今回クリア、エンディングシーン見れませんね。次のチャンスはね、香港ウィークになると思いますね。次回ということになるかもしれません。はい。申し訳ございません。期待させておいてね。ネクスト。まあ、今週ね、G1 2勝、ごめんなさい、下回ってねえな。2勝すればね。おそらくエンディングムービー見れると思うんですけどね。コックスプレート、ギブイッタウェイ、3番人気。やっぱり1番人気ね、ドバイディスティネーションですよね。ドバイデスティネーションか。ね。2番人気、ヤングブリーフと。これ期待してますよ。不良ババ。どうですかね、不良ババはね。オーストラリアの不良ババはどうなんでしょう、重いですかね。ね。3番人気、結構期待されてますね。先行。行きましょう。もうババをね、こなすことができるかどうかね。はい。あ、ちょっと苦しい。いけ、差し返せ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 、いけって言ってくれ、差し返してくれ、差し返せ。うわ、急にね、ちょっと僅差だっただけにね、惜しかったですね。2着と。まあ、頑張りましたけど。ドバイデスティネーションね、やっぱり強いんですね。うん、キングマンボサンクと。美味しかった。うん、フルババもね、得意そうですね。はい。うん、こうなるとね、エンディングムービーが見れるかどうか、果たしてメルボルンカップですね。一番人気、ビニール。これ勝てないな。ビニール強いですよね、長距離で。ね、ハンデがどうなのかな。3番人気ですね。ハンデ次第でチャンスあるのかな。アベージャー57キロ、ワンピース55キロ、ビニーロ55キロだもんね。なんだよ、それ。トップハンデひょっとしたら、ね、ちょっと苦しいですよね。大事でしょ。最終コーナーをカーブして、うん、ちょっといない、いないよ。ちょっと飲めない、飲めない、飲めない。さてさて、外から青い星、ビニーロか、やっぱり。内から来たけど、内から来てるけど、伸びない、伸びない、伸びない。頭高いよ、お前。いつもだ、いつものことだけど頭高いよ。また2着だ。2着ばっかり。ビニーロね、強いと思ったんですけど、やっぱり完敗でしたね。いや、アベンジャーね。いつも頭高いフォームで2着に来るんだけど、2着好きですね。ステイゴールドよりひどいよ。
ね、ワンピースはちょっと苦しいですね。かかってしまったと。さて、抜き足はちょっと厳しいですかね。1番人気、ノーザリ。ノーザリだったらやっぱりそこそこ強いですよね。2番人気、インディアンマジック。はい。ノーザリはちょっとね、強いかもしれません。はい。追い込みなんだよね。差しで活用か。差しの方がいいや。まあ、ノーザリーもね、レーティングは110なんですね。抜き足が95、一番低いですね。ダイジェスト。最終コーナーちょっと厳しいか。苦しい。持ったままじゃねえよ。もう、いけいけいけ。させさせ。じりじりと伸びてるけど、ちょっと前が残るんだよね。仕掛けるの遅いよ。エビナジョッキー。ねえ。乾杯ですね。ノーザリーですかね、これ。ノーザリーですね。ということでね、今回あのエンディング無理ですかね。ギブイッターウェイが惜しかったな。3着頑張りましたけどね。はい。さて、ナンジュボンジャーですね。ナンジュボンジャー1番人気ですね。不良ババどうですかね。まあ逃げになってますけどね。まあ逃げていかせましょうか。ね、はい、行きましょう。ダイジェスト。ナンジャモンジャ連投ですからね。はい。このレース勝てば、次の週でね、エンディングの可能性はある。粘ってくれ、粘ってくれ。これ勝ったんじゃないの、勝ったんじゃないの。粘ってくれ、粘ってくれ。なんとか、なんとか。なんとか、粘ってくれ。ナンジャモンジャまだ復活勝利だ。復活勝利だ。ナンジャモンジャまだいける。お前の力はこんなもんじゃないぞ。粘ってくれ、粘ってくれ。よし、監修やな、これ。ね。よし。これ、ナンジャモンジャ連投させますから、次回で、ナンジャモンジャで、海外 G1 100勝いくかもしれませんよ。このレースぶりだったら、ね。やりましたね。復活勝利と、桜爆心王3区ですね。よし。あと1勝ですかね、はい。JBC スプリントですね。1番人気、ハタノアズニス。まあ、距離適正がね、ちょっと、どうかなっていうね、吉富ジョッキーですね。ダイジェスト。ハタノアズニスぐらいだったらね、なんとかなるんじゃないかなっていう。いけ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 、なんとかさせさせさせ、内から内から内からいけ。うん、ちょっと苦しい。三崎タービン。余力十分。ハタノアズニスか。まあ、やっぱり距離がね、合わないかなっていう。2、3着ですかね。ね、2着は微妙です。見事に中央の強豪を退けました。まあ仕方ありませんね。はい。スピードアルマじゃないからやっぱり短距離は厳しいか、ね、2着でしたね。はい。代打の時にね、吉富ジョッキーなんか便利かもしれませんね。そんなこと言ったら失礼ですけどね、吉富ジョッキーに、ね、代打ジョッキーとか最高のジョッキーだなっていう。ため足ちょっと厳しいですね。クソでいきます。さて、あと1勝ですからね。次走何でしたっけね。カンタラステークスじゃないわ。何でしたっけ、名前が出てこない。さて、永遠の翼あたりがね、2番人気ですね。バランスオブゲームが1番人気と。はい。まあ、ハンデがね、アクティブバイオ55キロ。ね、フサイチランハートあたりもね、バランスオブゲーム53キロなんですね。あ、永遠の翼55キロ。ダイジェスト。和田ジョッキーもね、代打騎乗にいいかもしれない。うん。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭はバイブバーン。おお、来てるよ、来てるよ、来てるよ。2番手はインパクトゲーム来てるよ。やっぱりバランスオブゲームか。ね。バランスオブゲーム。あ、いけいけ。インパクトゲーム粘ってくれ。あ、でも外から永遠の翼か。あ、ちょっと内からアクティブバイオ、アクティブバイオ。よし、オッケー。永遠の翼、見事。ね、はい。長距離を走る。この前だからメロンカップ連れて行った方がいいなとは思ってたんですけど、ちょっとね、小馬陣を優勢してね。うん、まあ、それが失敗だったから。永遠の翼勝ってたんじゃないかなっていうね、メルブルンカップ。完勝ですね、はい。完勝だね。アクティブバイオ怖かったね、今ね。まあ、A の翼はね、ステイアーツステークス行かせましょうね。距離、
すごい長距離得意なんで、はい、あ、イズリンターあたりもね、ジャパンカップ来たんでしょうね、おそらく名前覚えてたってことはね、はい。それでダーレクラシックね、これがもうどうですかね、これで決める可能性はあるのかなね、はい。笑わない男もね、注目ですね、バンドリちゃん、カチョンド、はい、注目です。そう、ローテをね、組んでたんですけど、まあ、ギニラギニ、香港マイルですね。サウスピグラスなんかレースなかったんで、アメリカの G2 ですね、これね。で、ゼンノルボレー、穴開けないか、ファイモーションもどうしようかなっていう、香港の方を使おうかなと思ってますね。はい。アベンジャー、有馬記念よりも、やっぱりね、アベンジャー、有馬記念勝てる感じがしないので、やっぱりね、まあ、どうしても G1 取りに行くならば、やっぱり香港ということになりますよね。はい。まあ、有馬記念もね、出れるなら出したいなっていうね。鈴木初月ジャパンカップに持ってこようかなと思ってるんですよ。まあ、このまま、アルマも持つんですけど、まあ、ジャパンカップでクリスレースに挑戦しようかなと。面白いんじゃないですかね。はい。まあ、安城が C ジョッキーになってるんで、ちょっと福永ジョッキーに変えときましょうか。ね。まあ、ジャック・ザ・リッパーは毎日行かせようかなというね。はい。カーストンライト、香港スプリントと。まあ、行きましょうか。エプソムカードもマイルチャンピオンシップ。ギブイッターウェイ決めないとね。ギブイッターウェイもね、やっぱり、まあ、これマイルチャンピオンシップ使っても面白いんだよね。まあ、香港も行かせたいですけど、マイルチャンピオンシップ使って、ジャパンさすがに苦しいでしょう。それで、まあ、香港行かせましょう。まあ、香港カップですかね。2000メートル行けると思うんで。まあ、ただ、ファイモーションとかも登録するんで、どうしようかな。香港スプリントもいけるのか。カルソンライトおるもんね。アベンジャー。マイルが、まあね、ファイモーション香港カップ行かせようかなと思ってるんでね。まあ、マイルか。ね、はい、マイル行かせましょう。ワンピースあたりもね、もうちょっと厳しいですかね。エンツバサは、ステイヤーズステークス勝ちまーす。これまぁ G1 勝てると思いますよ。長距離、欧州の長距離レース、相性抜群だと思うので、ね。まあ、香港行かせてもね、いいんですけどね。あれ？あ、ここですね。取りに行きましょう。ね、距離適正3600メートル上限っていうのは結構珍しいですよね。はい。それで行きましょうか。はい。ネクソ。あと1勝ですよね。間違えてないかな。間違えてなかったら、あと1勝で100勝ですね。はい。ダールクラシック、なんじゃもんじゃ。あ、これダメだ。テイクオーバーターゲットだ。テイクオーバーターゲットにはさすがに勝てないな。ねえ。懐かしいなっていう。2番人気スプリングヒル。まあ、日本でもね、やってきてね。スプリンターズステークスでしたっけ？勝ちましたかね？どうでしょう？あんま覚えてない。2番人気スピニング、ちょっとレベル高いですね、これね。ダーレクラシック、いつもレベル低いのに。まあ、いったなーっていう、ダイジェスト。それでは先頭からちょっと苦しいですよね、一番すごい足。すごいスピード。ね、テイクオーバーターゲット、すごいスピードだよね。これは勝てないですよ。すごいスピードだよね。今回もエンディング無理っぽいな。次回やな。まあ、楽しみは取っておきましょうよ。はい、香港でね、おそらく達成できると思うので。香港で達成できなかったらもう、すごい後になるよね。ね、まあ、乾杯ですね。さて、デイリーハイですね。笑わない男。ここらで誰が乗ってるこれ。タケさん乗ってたっけ。一番人気シーキングダイヤですね。
シーキングザダイヤ芝走りましたっけ、まあ、芝も走ったのかなね。あまり、うん、ストームキャットシーキングザパールのね息子ですけど、そう3歳前半まだ芝で走ったんでしたっけね。はい、うん、武豊ジョッキーがね乗ってきてくれてるんでね、うん、まあチャンスあるかなっていう、まあ、芝でバリバリ走る馬ではありませんからね、シーキングザダイヤは勝ってほしいなっていう。粘ってくれ粘ってくれね、シーキングザダイヤの勝負区分かりますよね、 青のね、粘ってくれ。ちょっと外から何あれ、カフェ軍団、カフェ軍団来たのこれ。粘ってくれカフェチョイス、頑張れ頑張れ、よし。カフェチョイスは角馬じゃないですかね。ね、笑わない男ね、 G2 勝ちましたよ。これもうね、次はまあもちろんね、3歳 G1 ですよね、2歳 G1 か。スピニングワールドコーナーゴージャスって、この横文字がかっこいいよね。スピニングワールドってかっこいいよね、なんか名前がね、笑わない男。うん、うん、バンドリちゃんネクストできましたね。13番人気が前走勝ったのにちょっと苦しいですね。バンドリちゃんいつになったら本格化するんやろうなっていうね。え、カーチョンド、カーチョンドどうですかね。500万ですから勝ってほしいよね。ここで3番人気とハースくらいおるかな。ハースくらいには勝てねえだろうって、金亀の世代か、ということはね。はい、金亀ハーツくらいね、あのなんだっけ、ハイヤーゲームか、ね、ちょっとね、ブラックタイド見ますね。ブラックタイドもね、あのキサさんブラック出しましたからね。ブラックタイドがだからまあね、弥生賞あたりスプリングステークス勝ったんだよね。もう一番人気でしたね、サツキ賞。サツキ賞一番人気でしたっけ、ブラックタイド。どうでしたっけ、まあ、行きましょうか。大丈夫、ちょっと厳しいと思いますね、ここはさすがに。この年やっぱりレベル高いですからね、ハーツクライのキングカメハメハイね、いけいけ。あ、でも結構互角にやってるよこれ、ハーツクライと、ね、頑張れ、いけいけ。まあ2着ですね。あー惜しい。あ、結構頑張りましたね。走りますねこれはね、カーチオンドもね。これ相手が悪かったですよ、うん、ハーツクライ相手に。まあハーツクライね、あの遅めだと思いますけどね、成長型、まあ、でもダービー2着した馬ですからね、うん。まあ次も重賞でもやれますね、これはね。相手見てちょっと重賞挑戦させましょうかね。はい、さてマイルチャンピオンシップやってね、今回終わりましょうかね。ジャック・ザ・リッパー、エプソムカード、ギブ・イッター・ウェイト。はい、うん、まあね、3頭とも期待できると思うんですけどね。ちょっとエプソムカード、山本ジョッキーか。山本ジョッキー代打で結構活躍してくれてるんで、いけますかね。結構信用できるやつなんでね、口陰キャっぽいですけど、はい。まだガラスブルースダメだね。うん、行きましょう。夜に集う強者たち。レース巧者。まあ結構ね、自分の馬が走りそうだな。ジュランダルか、ジュランダル VS って言わない、バーサスか、ピースオブワールド。はい、ピースオブワールドには負けないでしょうね。うん、笑わない男走りおるなね。カーチョンドも期待できそうだし、さてちょっとね、ファイブションジャパンカップは無理ですよね。香港カップということになりますかね。はい、行きましょう。
それでね、鈴木初月ね、あのちょっとカード使いましょうね、次回ね。はい、なんじゃもんじゃも、まあちょっと苦しいと思いますね、もうね。はい、一応香港スプリントに行かしましょうかね。はい、ちょっと ライバルきついな、これな。うん。ジャック・ザ・リッパーも登録しなかったんだよね、確か。消えてるでしょ。登録しないね。ジャック・ザ・リッパーはもちろんね、香港マイルですね、はい。あ、香港で決めれるんじゃないかなっていうね、はい。あ、出ないの？なんで？千二か。あ、出れない。香港カップですか。まあ、前、ちょっと、後で、組み直した方がいいかな、これ。この週にやっといた方がいいよね。ごめんなさいね。香港マイルは、ギンギラギンと。ギブイタウェイ組んでんのかな。あ、そうか。ギブイタウェイ香港マイルにしてるんだね。はい。それならば、ジャック・ザ・リッパー、スプリントでもいけるんだよね。まあ、スプリント入れようか。香港カップでもいけるん、まあ、香港カップ、まあ、難しいところですね。まあ、どっちでもいいんですけど、香港カップかな。まあ、行きましょうか。はい。ちょっとタラタラしていてはね、いけないんで、状態、ちょっとごめんなさいね。状態どうですか？マルチャンピオンシップに出走する3頭はね。はい。イプソムカード。あ、いいですね。ギブイッターウェイも、ギブイッターウェイちょっと使っとくか。ね。あと1頭。あ、そう、メリコンドルは出れなかったんだ。あ、ちょっとやってなかったね。ごめんなさいね。はい。ジャック・ザ・リッパー上がってますね。まあ、使わなくてもいいっちゃいいんだけどね。まあ、ギブった上、ちょっと、追い切りしておこう。まあ、吉富ジョッキーでいいよね。はい。あ、ちょっと間違えた。おぉ、連射してしまいました。はい。まあ、いいや、ジャック・ザ・リッパーも、上げる必要なかったんだけど。まあ、仕方ねえや。ちょっと、ぐだってますね。ちょっとまだ使えるよね。初月に使わないといけないので、ちょっとやめときます。はい。使えるね。使っとこうか。はい。ギビットアイ使います。さて、これでね、いきましょう。ちょっとぐだってしまいました。申し訳ございません。さようならってさ、さようならってなんだっけ？さようならって馬がいましたけど、さようならっていうのはダビスタでなんかいたんだっけ？さようならっていう繁殖牝馬。1番人気ジャック・ザ・リッパー、2番人気ギブ・イット・アウェイ、8番人気エプソム・カードと、ね、デュランダルが5番人気と、ね、デュランダル確かマイルチャンピオンシップ2連覇だっけ？ 2 連覇したんですよね。3連覇だっけ？ 2 連覇か。3番人気ピースオブワールド。ピースオブワールドにはさすがにね、負けないと思うんですけどね。はい。まあ、ダイジェスト行きましょう。まあ、ギブイッターウェイがね、どこまで走るのかね。はい。あ、一頭抜け出したね。ジャック・ザ・リッパーや。ジャック・ザ・リッパー。来た来た来た、後ろから。あれ、ちょっと何やってんの、ちょっと、あ、届かないね。あ、やっぱりジャック・ザ・リッパーや。ワンツーフィニッシュ。まあ、ちょっとね、ケツアタックしてんのかなと思ったけど、最後引き離されましたね。ジャック・ザ・リッパーの方が強かったんだ。
やっぱりね、ギブイットアウェイにも頑張ってほしかったけど、まあエプソムカードも5着ですね、頑張ってますね、はい。やっぱりエプソムカードジョッキーのせいもあるかな、まあ、というわけで今回もねエンディングね達成できませんでしたけど、次回香港でね達成できるんじゃないかなっていう、香港で達成できなかったらもうかなりね後回しになりますね、はい、まあ、行きましょう。ガリオ転生あたりがね、まあね、この前ヒンバちょっと放牧出すの忘れてた、ごめんなさいね、あのちょっとね、はい、まあカード使えばなんとかなるかな。まあ京都2歳セックスは出せません、はい、まあ夜空の向こう期待ですね、はい、スーツキハスズキはまあちょっと追い切りしましょう。ジャパンカップもね楽しみですよ、シンクリがね、シンクリ相手に初月ちゃんがどこまでやるかね、近代競馬の決勝ね、ネオリーバスザッツプレンティも出てきて、もう強いところぶつかってきたね、ロブロヤ以外は全部来てるっていう、ね、楽しみですね、はい。というわけで今回ね、これで終了します。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。